イタチガヤクーンスは、単子用植物イネカイタチガヤ属の多年草である。岩の上などに生える小柄な植物である。日本では南方系の植物として扱われている。株立ちになり、多数の茎が束になって立ち上がる。茎には3から6節があり、節には毛が生えている。節ごとに葉があり、木部は鞘となり、養身は狭い皮心型で、 長さ3から6センチメートル、無毛。端谷に目立たず、長い毛が並んでいる。茎の先端に単一の相乗過剰をつける。穂は長さ2から3センチメートル、棒状だが、棒や毛がはみ出して、金色のブラシ状に見える。穂は、夕柄と無柄のものが体になって生じ、主軸に密着する。名前は、穂の様子が、イタチのを思わせることによる。は、 カジョの主軸の節ごとに二つずつつく。片方は無柄、もう一つは夕柄であるが、コボそのものはほとんど同じである。いずれも主軸に沿うように出る。また、主軸の節からは細くて、長い毛が伸び、軽くコボを包む。コボは、長さ1.6から2ミリメートルの細い楕円形。左右からやや扁平。逃げを持つが、第一小花は無償、第二小花が、 両生花。第一方 A は、こぼより短く。第二方 A は先端に10ミリメートルほどの脱ぎを持つ。第一小花の森 A は1ミリメートル、膜質で、先端は丸い第二小花の森 A は、先端から、長さ15ミリメートル、途中で大きく曲がった脱ぎを出す。宇宙 A は小さく膜質。オスシベは一本しかない。なお、果実の成熟後には、 夕柄のコボは柄から離れて落ち、無柄のものは主軸が折れて主軸、コボ、夕柄コボの柄がまとまって脱落する。日向の岩の上に生える。やや湿った岩の割れ目などに根を下ろし、そこから束になって出る姿は独特である。側面から伸びてもやや斜め上に伸びて垂れ下がらない。沖縄では琉球石灰岩によく見られ、お墓の岩肌によく見かける。日本では 本州南部から四国、九州、琉球列島にかけて分布する。国外では台湾、中国、フィリピン、マレーシア、インドシがインドまで分布する。同族の植物はアジアからオーストラリアに数種があるが、日本産は本種だけである。また、日本の植物ではこのような小柄なイネ科であること、穂の様子、それに、 岩の上に束になって生じる点など非常に独特であり、他に間違えそうなものはない。また、逃げしか持たない小母でありながら、棒が2本出る点も珍しい。ありがとうございます。